が悪いぞこれ。あ、ごめん。あ、ロックしてんのか。ロックしてる。気軽には正しいようだね。ありがとうございます。なんかすごい響くね。虫がないもんね。じゃあまずピカチカン。あ、じゃあどうしたの。まずは見てみます。出発進行。高いです。少ないね。ピーク時もこんな感じなんだって。うん、
まだ遠い。ここまで登ります。すごい。これが食べたかったのに。俺は45年前、店やるときにこれに改造したの。あのテレビでやっても立たないやつですよ。あれやるとみんな塩が入っちゃうから、それがいい。すごいね。これ縦のこう骨がこの辺まで。はい、こうだけ火つける。あとはこれはこういう具合にすると綺麗に取れますから。
で、これをこうやったら、次こうやったら塩食べてるんですよ。あ、塩が浸透する前に。あ、もう。で、はい、こっちの方は、食べて横箸で大丈夫です。これでこうやって。すごい。これあったかいやつに食べる。下の方がもっとね。もうすぐ食べて。はい。で、上食べたら、見せてください。下は食べたくなります。はい。浮いて、浮いてあったらどうだろう。こういう音を聞いてくれる。これをこうやってこのままもう食べちゃって、これで薄かったらもうちょっとガリッとやるけどさ、濃かったらもっと軽い。あ、塩を削ってる感じ。これは箸で削ってるんですよ、はい、じゃあこう置きますよ、はい、東京が20年ぐらい前っていうにサザエ1個1500円で売ったんだ。私は二口で行く。ただ横道から出てくる年寄りにいるから置かないんだけど、自分の行きたい方向しか見てないんだ。だから横から来る車があったら気付けた。ですね、これと掛け合わせようとして中国が入ったけどできなかった。だから今の時みんな中国のやつ。